はい、今日はフレンチトーストを作ります。まず油をたっぷりとよく熱します。油を熱するとフライパンに焦げつかないですんで、必ずこれは絶対やりましょう。たっぷりの油でやるっていうのは、要は鉄板のこうボコボコっと穴こうへこんでるところに油が入って、そこに物が通らなくなる、物が入らなくなるんですね。で、フレンチトーストなんですけれども、こういう形で卵を溶きます。大抵ここでそのあれを何ですか、パンを浸すんですが、僕はそれはしません。まず卵をそのまんまここにぼーっと入れてしまうんですね。で、入れたところでこうやって刻んだパンをその上に乗せます。きちんとこう乗るようにね、乗せていくんですね。こうやってよいしょ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 と、これ結構急いで乗せないと浸ってくれないん で、パンが浸ってくれますんで、こういう風になってきますね。でたっぷりの油でやってますんで、卵はこうだん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 溶けてまいります。パンこちょっと残ってますんで、こいつをこう上にこうかけてやってみるんですね。んで卵がだん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 固まってきたなっていう風なのが分かりましたら、こいつをひっくり返してやるんですね。これひっくり返すときは、自信のある方はこのまんまパンとひっくり返せばいいですね。よいしょ、ちょっとうまくなかったか。自信のない方はこうやって一生懸命何でしたっけ、皿に一回取ってね、くるっと回してやるのもいいかと思います。そうするとこうひっくり返った時に卵の焼いたので蓋ができます。上にね、こういうふうにね、蓋ができて、ここでこうなってますね。で、次にバターを周りからこう入れてってね。そうするとバターがフライパンの底を通ってパンの方に絡んできますね。で、絡めながらこういうふうに何回か、はい、ではこれをさらに持って OK と、サワークリームとかなんかのせると大変美味しいですから、随時添えていきましょう。